どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回奈美さんから送られてきたテーマですけども、怖いですね。糖尿病の初期症状ですか。まあお酒とタバコを、まあ、一切取らないっていうのはその糖尿病から避ける最もいい方法だと思いますけども、その他ね、ラーメンを食べ過ぎないことってのもよく上がったりとか、あとは睡眠をしっかりとる、つまりは体力の回復をいつもしておくこと、まあでもね、皆さんお忙しく働いていらっしゃる中で30代そして40代ってのはどうしてもね、不規則で不摂生が続いちゃいますよね。でそれが習慣化するんで、50代では、まあ、まさにねそれが続いてしまって、健康診断で気がついた時には糖尿病予備軍ですよ、もしくは糖尿病そのものですよっていうことを告げられてがっくりくると。でその時にタバコやお酒や不摂生をやめるんですけども、じゃあその時にやめれるんだったら、なんでね、まだ糖尿病になってない時、予備軍にもなってない時にそれをやめなかったのかなってことになっちゃうんですけども、やっぱり失って初めてわかる健康のありがたさですよね。まあお金、健康、そして、まあ、恋愛とか人間関係、仕事、こういったものって失って初めてわかるもの、そしてそれを私たちは繰り返しちゃうんですよ。でも糖尿病ってのはね、本当に辛いですよ。いつもそのことを気にしながら生きていく、なかなか大胆に行動にも出れなくなって、すごく消極的になったりとかね。糖尿病って上手に付き合うためには、今までできたこと、やっていたことができなくなったり、やれなくなったりとかで、周りの人にもね結構気使わしちゃったりとかね、いろいろあるって聞きます。私もね、糖尿病に限らず健康ってのは自分のためだけではなくて、周りの人のためにも守っていくものじゃないかなと思うんですよ。私月々思うんですけども、今ね、おかげさまですごく安定した暮らしを送れてるのは、自分の周りにいる人や自分の身内に重病人がいないとかね、大怪我をしている人がいないとかね、ものすごくこう困っている状態の人がいないからこそ、自分にもまあそういった影響が及ばないのかなと思います。ただやっぱりいつか人は健康を壊したりとか、いつかお金に困ったりとか、いつか何かの問題を抱えるんですよ。その時に、自分のこと、もしくは自分の身内に起きた、いわゆるねそういった面倒ごとを、面倒くさがらずにね、面倒を見てあげれるような、なんかすごく変な言い方になりますね。身内に起きた面倒ごとを面倒がらずに面倒を見てあげれるような、そんな精神状態でいたいなと思います。はい、ということでね、健康一番ということですけども、健康っていうのは体の健康、精神の健康、人間関係の健康、職場での健康、そしてお金の健康、様々あるということでございました。奈美さん、いつもありがとうございます。